オールナイトニッポン公式チャンネルをご覧の皆様、お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラジオ局日本放送のオールナイトニッポンの中で平日に毎日3分間放送されている番組コラボレートニッポン、はい、この動画はこの番組をより多くの人に知ってもらいたい、そんな動画となっております。なるほど。はい、はい、オールナイトニッポンと企業がコラボ、うん、タッグを組んで企画を進めていく番組ですが、4月のコラボパートナーはお願いします。ボートレース振興会。ハマってますね、はい、そういう言い方に。ボートレース振興会です。ドラマかなんかの影響ですか？オリジナルです。あ、オリジナルです。オリジナルです。自分発信で。自分発信で。俺が最初かもしれないです。あ、こういう言い方、こういう言い方でやってみようっていう、ね、なんか尻をすぼめるような言い方。そうですね、ボートレース振興会です。気に入ってるんですね。素晴らしいです、はい、ボートレース振興会というのは、うん、ボートレースの魅力をもっと多くの人に伝えるため、うん、様々な PR 活動を行っている団体のことです。なるほど。オフィスは港区六本木の6ウェイク六本木に所在しています。おしゃれ。スタジオやイベントホールも敷地内にあり、ボートレースの魅力を発信していますと。なるほど、はいはい、そんなボートレース振興会からの依頼は、はい、ボートレーサーを目指す人を増やしたいです。ギリギリでしたけどね。噛んでないみたいに言ってたけど。俺は見逃さないですから、そういうの。はっきり発音するとこうなるんですよね。目指す人のところが、はい、そうです、はい、こちらを受けてお送りする企画がこちら。ボートレーサーに向いてますか、自己アピール選手権。イエーイ。これどうなんですかね、ボートレーサー自体がそんなに最近いないですかね。いや、どうなんですか、やっぱりよりこの今すごい人気も高まってきてるから、多い、若手も増えてきてる、ね、さらに拍車かけようってことなんですね。どんどん増やそうっていう、だから街中すれ違った人全員がボートレーサーになればいいなっていう、多分そういうふうぐらい思ってるんですよね、きっとね、はい、思ってるんですね。思ってるんですね。思ってるって。もう本当に適当なスタッフしかいないですから。だからもうやっぱ一攫千金というかさ、はい、もう成り上がりでいけるからね、うん、で今やっぱりその見てる方たちのね、うん、多くなってきて、若い女性とかも見る人多いじゃないですか、うん、だからもうその単純にもうかっこいいとか憧れの職業になってるんじゃないですか、ボートレーサーが、うん、こちらのプロのボートレーサーを育てるボートレーサー養成所では、うん、7月1日土曜日から9月8日金曜日まで、うん、第136期ボートレーサーを募集中ということで。危ないっていうか、もうアウトでしたけどね。何がダイスって言ってたからな。136期ボートレーサーダイス。ダイス136期ボートレーサー。第136期ですね。だから能力がこう四角形に綺麗になってる、うん、ダイスボートレーサー。あんまないけど、ダイスのか六角形かね。大体六角形なんですけど、はい。未来のボートレース界を担うボートレーサーを目指す若者を募集しています、はい、今回の企画では自分の特技や個性を募集、うん、そんなリスナーのあなたからいただいた自己アピールが実際に向いているのかどうか、はい、ボートレース振興会が判断、振興会からいただいたメッセージとともに紹介していきますと。はい、まあ、いろいろね、あの各々こう特技というか、こんなことやってますとか、うん、学生時代こんなやってましたとかね、うん、そういうのが向いてるかどうかみたいなことですよね。だからその、うん、そうね、うん、適正審査みたいなことだけど、はいはいはい、白バイと一緒ですよ。だから白バイもそんなあるんですか。白バイ適正審査があって、落ちたら二度と白バイには乗れないらしいんですよ。ボートレースはそんなことないですよね、きっとね。落ちたらもう二度と受けれないみたいな、ないですよね。ないです、ないんだよね。安心して送ってください。受けれないみたいです、たった一度のチャンスみたいな。白バイはね、ボートレースは大丈夫です。はい、実際はリスナーのあなたからいただいた自己アピールをボートレース振興会に判断してもらいます。はい、本当に向いてるかが分かるってことですね。はい、受付メールアドレスはすべて小文字で、はい、boat@allnightnippon.com、 boat@allnightnippon.com です。ボートのスペルは BOAT。 はい、メッセージが採用された方にはマフラータオル、クオカード、クリアファイル、ウェットティッシュ、ステッカー、こちらの詰め合わせをプレゼントいたします。詰め合わせますね、はい、たくさんの自己アピールお待ちしております。以上、オズワルドの伊藤と畑中でした。